あのー、最初にエンディング取るけんあ大丈夫大丈夫エンディング取ってでそのエンディングの中でその後の流れその後の誕生日メッセージ誕生日のところに起こることをエンディングの先に言ってーーそれをしなきゃいけない,いなオッ o k キングオブ o v e r インクルージョンのアンガーハンガー エンンディング<ー>はいということで、えー、今日は誕生日メッセージいやーそして誕生日プレゼント交換からのまあ存在しない言葉までやりましたけれどもどうでしたかいやーたなんかねその誕生日さっき言っていいよ俺お前なんか俺にバレない感じでうまい棒食べてたけどバレてたってバレてた バレてるわ、当たり前やろ、お前。いや、そこじゃあ、触れてほしいけどね、その、なんか、いいんやって思って、その食い。いやじゃお前がバレないように食ってたから、俺は触れない方がいいかなって、うん。俺、結局、もう食い終わったよ。食い終わっただって食い終わっていいんやと思ったし。い,いいよ、仕方ない、それは。でも、バレてたから、うん。いや、でも、それで言ったら、お前もなんか途中からさ、まあ、今、ようやく収まったけど、ずっとしゃっくり出てて、うん。いや、何回、それ、

ごめんなさいリスナーの皆さんもねすみませんちょっと酌量してだ,、うん、だから大丈夫だから大丈夫なんかなっていうこの聞いてる人たちいやじゃあそれで言うと俺的には、うん、<laughs> あれやめてほしかったお前存在しない言葉やってたのにさ、うん、存在しない言葉って存在しない言葉でやらないかんのにいやそうそれはそうやろ、うん、なんかお前途中でチーズバーガーの話し始めたやん そんなんやめろってお前いやいやでもそあるやんその、ね、その存在しないこともずっとやってるから、うん、なんか別のこうね展開にチーズバーガーやんとか思ったら途中で <laughs> 何してんのお前まあ,あれはね、まあ、でもお前うまくね軌道修正して、うん。 ちゃんと立て直しそりゃそうやな当たり前やもんなさすがやなと思ってそこでその当たりもいやなんか結構あったないろいろと誕生日プレゼント交換とかも楽しかった初めてじゃない交換したのもねいやないもんなラジオの企画でしかないやんか俺もねマジでびっくりしたえ坂下自身が俺めちちゃゃく 嬉しかったもんマジで。あ,あんま自分追い込まんてこれ珍しい。<laughs> いやでもマジで嬉しかったよ俺。僕はねあのあんなに喜ぶと思わなかった。あ<ー>うん。いやめちゃ,ちゃ確かになめちゃくちゃ喜んでたわ。大歓喜です。<当>確かにな。うん、あのあと一回これ聞き間違いやったらあれやけどさ、うん、一回あのところでさをさなんかところてんさって言ったくない。 聞き間違あれいや言ってたよないや俺覚えてないいや言ってたってお前あれ1回だけやろ一回だけんか急に誕生日メッセージ終わりぐらいに「いや所店さん」みたいな「所こって思ったけど俺の聞き間違えたらんか広げるのもおかしいやんあそうねいやそう突っ込んででもよかったけどな言ってたんや全然記憶ないわおかしかったマジでやっぱ一番はあれやわあの途中でお前あの膝小僧落ちたんや あれはもういやトラブルあ前さそれ言わんときゃいや,いやいやそんなじゃじゃそれ言わんときゃカットしてたって別にいやいやでもねもういやそのしかもい一時見つからんやったやんやまあ確かになそのあんな膝小僧落としてねあんなに時間かかるやつおらんやんすぐ見つから<や><前>そもそもお前ぐらなくないないからそもそも膝ざ小僧い,いやお前ぐらいの大きさやったらのひざ小僧やったらすぐ見つかるはずなのにあとお前あれじゃやめろ最後言うわ これ最後にすると言うけど、あ,ね、あの急にお前 BKB すんなよ。<laughs> いやそれは、ね、たまにやりたくなる。急に BKB でなんか最後バンバンバンって言って。 まあねしかもエンディング前にもうエンディングっていこうかなと思ってたのに急にお前がちょっといいみたいな感じでなんかこの誕生日プレゼントの感想をいきなり BKB でどんどんどんって言ってヒーヤーって言い始めてなんかエンディングいかなくなったねいやマジね落ちが見つからなっんやいやいやいい感じで落ちてたのになんか誕生日プレゼントの感想を急になんかヒーヤーとかやり始めた BKB あれはねいやまああえて落とすし,しかなかったあれは BKB って。 1個面白かったからいいけどドキッとしたからねこっちがまあそうねうんまあ普段やらんことをやってしまったからそうよん。かしかったけどまあ皆さんのたくさんの誕生日メッセージもありがとうございました。ありがとうございましたそしてお互いのね誕生日プレゼント交換もやったということで今回も良かったんじゃないでしょうかじゃあ最後は坂下の星座占いでいきたいと思いますえ5月13日単独ライブの日の我々大牛座の運勢は えー、単独ライブに来て大笑いして満足して帰ることができるでしょうゴールということで、はいえー、我々インクルージョン24歳おめでとうありがとうございます、まあ、24歳になった我々インクルージョンに、うんえー、たくさんのメッセージが届いておりますすごいそうす来ました 音で分かるたくさんのメッセージが届いております収録日が4月28日でまだ誕生日を迎えてないのにもかかわらずたくさんのメッセージ皆さんありがとうございますありがとうございますさあということでちょっと早速読んでいきましょうラジオネーム「餅だるまさんからです」餅だるまさんはい5月10日坂下とや様5月11日米沢大志様24歳の誕生日おめでとうございますありがとうございますつまらないものですが謎かけを添えますえ誕生日とかけましてうん 推しと説きます、はい、その心はどちらもめ「めでたい」「めでたい」ああなるほど愛のやつと、はい、愛,の愛で「めでたい」と「めでたい」でしょう<ぁ>全然つまらなくないですよね,すよね、えー、30分寝ずに考えました<わ>浅いな <laughs> もっと頑張ってくれ頑張ってるよ3分よかったら受け取ってもらって邪魔だったら大阪の方角に打ち放してもらえれば私がそれをキャッチしてバックスクリーンに映ってやろうと思います うなとと思うと面白かった歳ののお二人のくっつや楽しみにしておりりますとありがとうございます、はいえー、いいメッセージいす、ねうん、っから嬉しい限りでございますよ。うんうん ラジオネームはハブスピングルさんです出ましたハブ誕生日おめでとうございます24歳はもう大人の男性といえる年齢ですけども、はい、インクルージュのお二人は高校生男子のイメージです今後のブランディングはどうしていきますかとああなるほどえ高校生のイメージ持たれてんのいやまだ高校生の、まあ、仲の良さもあるかもしれんけれどもそういうイメージが持たれてる上で俺このこ今後のブランディングにそのまつわる、うん、あの悩みというか、うん、女性とのデートはどこに行くか問題 <laughs> <laughs> そうわかるか意味いや俺ちょっとわからんかもねもうなんか初めて行く女性となんか大衆居酒屋とか行けない年齢になってきてるんじゃないかと、うん、ああなるほどそうあ<ー>相手がもし万が一28とか29だった場合21とか22とか多分いいと思うのそうね2829とかいうさらに大人の女性とご飯行く場合、うん、もう大衆居酒屋じゃ行けないんじゃないかとだからちょっと ちょっとおしゃれな<う>だちょっと高いなんかメニューに、まあ、飲みはしないけれどもワインが乗ってるような <laughs> ああそういうの考えないといけない、うん、とかを考え始めたら、うん、あの経済がもちろんあるわけじゃないから、うんね、今後どうしていったらいいんだろうっていうのが悩みないいやでもその無理してそのやるよりかは大衆居酒屋とかでまだいいんじゃない、うんうんまあ、だから見えはった場合今後きついよな、うん うん、例えば今後その女性の方と関係を持つにあたって一発目見え張っちゃったら今後その見え張った米沢対市坂下都営で行か,なきゃ行かなきゃいけないって考えた場合、うん、そのきついやんかやっぱいやきついよ、うん、だってしかももう多分無理やんその大人の飲み方とか多分米沢 だってお前はワイン持って「ええ!」とか考えられんよルネッサンスか俺ヒゲ男爵みたいなことせんやろいやそんなルネッサンスは言わんけどでもでもやりそうやんそしてそれやらないって俺隣で無言でで満面の笑みせんから女のことでお前が何かいいツッコミしたらチーンってせんって女のことやりそうやん笑わないからなんか「樋口カッター」とかはやるかもしれんけどやんなってお前それを まあでもいやそこが悩みなのよああなるほどねちょっと、うん、あだからお店もグレードアップしたなんか例えば魚料理が食べたいって言われた時に、うん、居酒屋の魚料理ごまサバとかでいいのかなと思ってたけど、うん、なんかその魚料理屋さんに行かなきゃいけないとかあ<ー>考え始めたら今後のまあブランディングとはちょっとあれやけど24歳大人の男性としては難しいよなでは教えてもらうとかどうえ教えてもらうその最初は大人の 女性のでもなんか、ね、教えてもらってこれ,これもまた問題なんやけど、うん、米沢のひどいひどいとい米沢のもう本当に変なプライドで、うん、女性と初めて行,く行った時にマジで俺1円も出させんのよああそうな最初のごは、うんってなった時やっぱねいいところは行きづらいよなあじゃあもうたいい永遠と大衆だからもうずっと年下 <laughs> 前く年下狙うでもお前がどんどん何年齢上がってったら年下,その年下も大人になっていくから、うん、俺38で大衆居酒屋行かんよその女性と2人の時にいやお前い,、まあ、いつまで経ってもやってそうやけどなや,やらないって大衆居酒屋で個室で2人で「ータタタタ」とかやらんでしょ今のアッチミア、ね、あっち見とふいゲームねあそうな、はい、そんなリズムのやつそんなリズムのやつがあんの、うん、キングオブ・レディオンインクルージョンのアンダーハンガー 続いてメッセージいきますよえ元気なくないですかなんか今日ねえ<あ><何>元気ない、ね、なんかこうさっきのあっち見てほうゲームねって、うん、いやそれ知らんよそれとかいつも作るのにあそうなんやえー、じゃあ続いていきますよ、はい、<laughs> 何それああそうなんかなお,、うん、おかしな人だ誕生日せっかくの誕生日なのにこんなたくさんメッセージお前が呼んでるじゃんあいいね それは元気出るんかい?。<laughs> なんでな?ま。そこは元気出で。これを待ってます。あ、そうなんや。はい、よかった。<laughs> すみません。じゃあ、いきます。ラジオネーム、えのこさん。はい。はい。初めてメールを送らせていただきます。あら。米沢さん、坂下さん、<っ>お誕生日おめでとうございます。お二人の漫才やトークが本当に面白くて。大好きで。 劇場でインクルージョンを見ることが私の生きがいと言っても過言ではないですあら言い過ぎじゃないたくさん笑顔にさせてもらって感謝の気持ちがいっぱいですこ,こ,これからも応援しています嬉しいねこういうコメントがあるから我々が頑張れるっていうのねラジオネーム<て>まーちゃん」「まーちゃん」「あら嬉しい」まあ「まーちゃん」「まー、あ、ちゃん」「まーちゃん」「ごめんね」はい「まーごめん」「あらうしい」<laughs>「ルネッサンスと今のとこ「まーごめ」が出てますけど、ね、はい。 んなってこんにちは。はじめまして。初めてメッセージ送らせていただきますあら、嬉しい限りでございます。アザンス。滝音のサスケさんに言うと、おサンクス。ありがとうございます。ところてんさん、お前、何<ん>あれよね、滝音さんとミシーって、サスケさんとご飯行って。サスケさんと。うん、なんか、俺<が>あれ、どんな話したのサスケさんとご飯行った時に、うんうん、平場で、 俺が、その、こん入学式ないないみたいな。入学式ないない,ないない。あるあるなしなしのやつで、入学式なしなしみたいなので、俺がずっと、えー、おっぱいを学ぶ、えー、入学式って出したし。あ、あの、父って,って書いてある。あ,あった,あったえー、山登りを学ぶ、入学式。ああ、あった式四季折々を学ぶ、入学式。 お母さんのおっぱいを学ぶ母乳学式とかを出してった時に最後サスケさんが口笛を学ぶピュー学式って出したんそれで終わらすぐ、ね、でその後そのコーナー終わりすぐにサスケさんからフォローもしてないのにツイッターのフォローが来て、うん、えっと思ってそしたらすぐ DM が来てご飯行くみたいな。 DM で直接とかじゃなじゃくて行きますって言ってそのままご飯行った時にやっぱりああいう入学式や母入学式っていうノリは大事もっといっぱいみんなでああいうふうに遊んだほうがいいよみたいなアドバイスをいただきながらご飯行ったへえ。その行ったえそこはちょっと高いワインとか飲める全然昼ご飯ですよあ昼ご飯魚違うって俺レディー泊まれてないから別にレディー泊まれてない2児のパパですからちゃんと。 そうですねでもじゃあ普通の普通のいいかしちょっと思い出したんでね全然全然まずは坂下さん米沢さんお誕生日おめでとうございますありがとうございますインクルージョン好きになって押し始めてまだ期間は浅いのですが完全に沼ってますあら沼っちゃってるわ笑ってきてます何笑ってんの久留米は私の地元ととっても近くてぐらいですかね私にとって 初めてと言っても過言ではないくらい好きな芸人さんができてラジオも最初から頑張って追いかけて3週間ぐらいで全部聞き終えて今では最新話を楽しみに待っていますとあら嬉しいインクルージョの単独ライブをはじめさまざまなライブに行く予定があるのでぜひ覚えていただけると嬉しいですこれからもラジオ楽しみにしています24歳の1年もお二人にとって実り多きい1年でありますようにとラジオネームを言ってください マーチャンです。マーチャン、さっきこのマーチャンの話か。まだマーチャンの話だった。マーチャンの話。あ、そうやったやマーチャン首を長くしてめちゃ待ってますから。あ、マーチャンごめんね。マーチャンとの。まあメッセージはこのぐらいにしてきますか。あ、そうですね。はい。ということで、もうじゃ早速プレゼント交換いたしましょうよ。準備できます？僕でき。はい。じゃ行きましょう。 楽しい気持ちと楽しい気持ちと楽しい気持ちが混ざり合ってまいい子ですインクルージョンのハンガーハンガー1話もお聞き逃しなくよろしくお願いいたしますさあプレゼント交換のお時間でございます、はい、嬉しいねプレゼント交換できるっていうのがちょっとっなんか相方のためを持ったお金が俺めちゃくちゃ考えたからねあマジで坂下のことをあ俺もめっちゃ考えたもうなんかあれやな<え>なんかウキウキしたよ俺ああなるほどね、うん なんか初めて渡すからいや確かにね、うん、いや俺はね坂下のことを考えるプラス坂下の今後を持った実用性を兼ね備えて、うん、俺はすごくいいものをしましたあマジではい, <laughs> いやでも俺をこの喜ばせるっていうのも相当なあれ <laughs> あの、あれしますわ俺から先にじゃあプレゼントいたしますお前からはい米沢からそこは楽しみや、ね、させていただきます、うん、<laughs> じゃあ、えー、米沢が、うん、持ってきた、うん、プレゼントはこちらですバーンおっ えー、もうまあ分かりますよね見て、うんえー、4月28日にオープンしましたえー、天神のえ,ー、ユニクロえこれ、うん、収録日今4月28日はいですので、えー、ラジオの生放送終わりにバタバタ買ってきましたうわオープンしたてのはいはい、えー、でもバタバタやろ、うん、バタバタ選んでちゃんといいの選べてんもちろんでございますようわ私あ,のあなたの実用性もね今後のことも考えてはいじゃマジっすかクロは坂下の手元にはい え、もう、開けていいあ、もちろん開けていいです。マジ。うんさあさあさあ、中身をオープンしてください。どうぞええー、マジ <laughs> え <laughs> え、これ、ユニクロの、はい。あの、黒い T シャツはい。これ、あれか。 俺そうインナーが黒やからそういうことで多分一着しか持ってないだろうなって思ってこれそういうことでございますコンポタジュくさいそういうことマジでういわあ L サイズそのサイズも合ってますありがとうございますえマジでこれはマジででも実用性あるやろいやあるわプライベートでも着たいぐらいあいいですね ハーフソックスはい靴下これはいいよお前そうですその靴下ですよこれ長いよね長い靴下あこれはすごいほら私も色違いでうわっお前も色違いで買ってきた同じ柄をだか僕が緑とグレーグレーのやつでグレーに緑のラインが入ってたソックスで私が白に紺のラインが入ってたソックスですねうわっだからお揃いでお揃いで色違いで だからこれをその衣装の靴下としても使っていいし、プライベートの靴下としても使っていいし。あなるほどね。はい。どういや、めっちゃ嬉しいわ。マジでいいやろうん、これちょっと、畳にするわ。死んでないって俺。何、お前、な、な、な、ショットショット、お前、怖お前、何を靴下の止まってるあの透明のやつを引きちぎろうとしたの穴開くって。バカじゃポテチじゃねえやから。ポテチみたいな開け方すんなよ、靴下。本当に。危な、お前。 こほんとに <laughs> うん大丈夫よそれ <laughs> マジありがとうはいいやちょっと嬉しいわあったよりも喜んでくれたちょっと興奮したわ今、うん、ちょっともうちょっと喜び表現してこれでもう最最上級のやったわ言ってくれこれでやった <laughs> 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 マジっすかこれヨネちゃん <laughs> ヨネちゃん <laughs> なんだヨネちゃんっ <laughs> いいんすか、うん、やったぜおい <laughs> えっ、ー、こんな <laughs> すいません ちょっとね本当、まあでも俺も負けてないあら嬉しい僕のね誕生日プレゼントどうちょっと PR してよ米沢は実用性があるものそしてもう最近オープンしてユニクロで買って素晴らしいものでいやもう僕のやつはですねまあちょっとだからこうなんやろなちょっとエゴな感じ出るかもしれんけど僕あのあなたに見てほしいものがある見てほしいものそう僕あのハマってるやつがありましてはいはいあのね 映画見てほしいなと思ってあらはい DVD ボックスかな<あ>ちょっとハマってるやつがありまして、ね、はいそれをちょっとじゃあ坂下から米沢へのプレゼントです、うん、ちょっとあげたいえこれはねちょっと見てほ <laughs> <laughs> しいね黒い袋にはいはいはいちょっとチャックがしっかり封されてるわはいお グランドイリュージョン見破られたトリックこれがすごい面白いんですよなるほどねこれあの心理系の映画でめちゃくちゃ展開が絶対読めないなるほどの映画ぜひ見てほしいっていう意味も込めてだから米沢の知識もあるから知識もちょっとこれで取り入れなきゃいけない部分があるからねこれをちょっとねお前さあこういうのレシート取っとけって外せよレシートああそう俺の手元にあるのお前 編曲予定日は翌日のお昼12時まで返さないやんけスタややないかい、ボゲはい、ちょっとね。スタやじゃねえかよ、お前。あげたからお前返さんってううか。なんてなでもちゃんと見て、こう、おもろい。じゃ、あと DVD プレイヤーないって。だから買わないといけない。なんでそういう相方の素性知らんの、お前。いや、これでも、マジで見てほしいわ。お前、頼むって。で、これのね、このグランドイリュージョン、これのね、あの、ワンがおもろいんよ。 これは何これ2です。2はいらんやろ !2 は大体失敗しとんのよいや、お前どの DVD も、どの作品も、こいつ見てほしいよ。調子乗ったトイストーリーも4は失敗したやろ。俺と一緒だあ、でもそれは一理あるわ。言うな。仲間なんな。4は失敗。だこれでも見てほしいおもろいから。お前しかも、50公演会安 お前、旧作も旧作やんけ。<laughs> いや、なんかね、あの、クーポンがついたから。お前、安っ。割引されたあの、こいつ。お前、プレゼント割引くなや。<laughs> なんなんこいつ、マジで。ええ、ちょっとそれをね、ぜひ見てほしい。ああ、最悪や。いや、でも、あの、面白いのには変わりないから。まあ、確かにね。ちょっと、返すわ、お前に。<laughs> いやいや、これ、マジでもらって、これ。ちょ、なんかマジさ、俺もう、本当に、なんで俺だけ、実用性あるマジなやつを買ってんの ?3000 円ぐらいで。 お前55円のレンタルやんけちょっと待って行って何がちょっと待って膝落ちたは膝落ちた行って今うんレンタルやんけ叫んだらいやお前それ気をつけるつったやろお前普段からどこある探せどこ探せ探せなお前転がっと転がっとんやなし下にごめんなさいちょっとすみません膝を探せ でも落ちたことせんやったっけどねいってマジでちょっと俺立てんのよ今大丈夫ちょっと立って探してくれ俺立てん膝がないきっっと、ね、いって膝を探せ机の下ないないいって膝を探せじゃア<れ> iPhoneiPhone ライトかなんかでこう照いや iPhone の新しいやつみたいに言うな i い照らして照らした方があるんじゃないかで膝が痛い探せ探せ膝を探せ膝を探せ

いや声もらえますよあんだけ喜んでなんだこめっちゃ嬉しかったやんから俺嬉しくないってお前俺だけ3000円かけたやんじゃんいやでも俺も55円かかってますからじゃあ55円現金の方がいいわ返さないかんやつ <えっ S 2> じゃあもうそんな気持ちをちょっと一言いいですかえーうん、何急にそんなやったことないのに今まで誕生日プレゼントを渡して、うんね、お前なんかそういうこと言われる、うん、バリ悲しい僕 BKB イエー さい。二 <laughs> 文,文字、二文字。二文字、二文字。バリ悲しい僕。二文,文字、二文字。キングオブエディオインクルージョンの。アンガー、ハンガー。さあ、ということでじゃ、存在しない言葉いきましょう。はい、あ、いきましょう。はいはい、存在しない言葉。 さあ、ということで、バースで存在しない言葉、いきましょう。はい。はい。今日も来てます。ラジオネーム、ハブスピングルさんからのお題でございます。ハブスピングルさん。はい。はい。いいですかはい。お題。ヤッスルトンノー。ヤッスルトンノーは、伸、えー、ばす棒にびっくりマークでヤッスルトンノーっていう、まあ、突っ込みイメージなのかなまあ、わからないですけど、ねそ,すね、それでは、いきましょう。うん、存在しない言葉、お題は、ヤッスルトンノー。スタート いや、お前、最近、その、ね、うん、まあ、金髪とかに、し始めたじゃない。<ー>ね。どう、どうなんその、やって金髪に。まあ、でもその、金髪にして、うん、あの、不評だったりとか、うん、では、また、はたまたいいねみたいなとか言われたりするやろ。うん、その、うんで、どっちに重きを置くその、言われて。 とおっちに重きをくってそのどういうこといや、俺は金のままでいこうと思ってるけど、圧倒的黒が多いね。圧倒的黒圧倒的。その黒か金どっちがいいですかみたいなアンケートしたときに、うん、黒240票、金40票みたいな、200票差ぐらい。うん、ああ、そんぐらい。圧倒的。いや、それで折れたりはせんねいや、黒は全然せんよ。いやするとんの。 うん、まあ、だって、あれやから、うん、その、坂下の暗さのイメージをもっともっといいイメージ、暗い暗い暗いを引き立たせるために、<ー>金で明るく明るく明るくというコンビバランスやから、<ー>俺は折れない。あ、もうそのまんま。そのまんま行く。うん。じゃあ別にお前的には、ヤッスルトンではない。そこまであもうヤッスルトンやね。ああ<ー>。もうヤッスルトン。なるほどね。うん。ある、そのヤッスルトンなと思った時。 いや,そうね、やっするとんのうって言われるときあるのよ、よく。そういうのはあのーまあ、家族でね出かけたりするときとかはなんやろなよく僕の性格上、うん、その遅いから歩くペースとかが。 やねみたいな確かになか言われるんや、うん、でなんかななんかなその雰囲気的にそれ言われた時ってなんか要はかファストフードみたいな食べたくなるその何すか暴飲暴食みたいな,なんかな,なってくるのよなんかあの チーズバーガーとかもそうやん。なんか、それ食べてる時とか。でもそれチーズバーガー食べた時、間に挟まってあるピクルスが、チーズバーガーなのに2枚の時は、ヤスルトンノーってなるくないいや、俺ピクルスが5枚の時。ない、ないやろ、あんまり。になるね。あ、ヤスルトンノーって。ヤスルトンノー。いや、でもその、それで言ったら俺あの、この間ペイペイドームで、あの、ふーちゃん俺、あの、 あの<あ>マスコットキャラクターがタ、ね、れルトとトキやスルヤスルヤスルトンのーってなったぞ、うん、さあということで以上存在しない言葉でした、はい、どうもヨネザワールです坂下です、えー、皆様聞いてくれてますか、うん、金曜日インクルージョンのハンガーハンガーどうですか坂下さんぜひみんなで聞いてくださいお願いします振り返り さあとということで、えー、終わりましたむずいねいや、難かった。めっちゃむずかった。難しかったな。うん、やっぱりあのざっくりハイタッチの皆さんがやられてるフットボラルアるーさん、千葉ジュニアさん、うん、小籔さんがやられてるざっくり YouTube のロケでやってたのよ、これを。うん、だからちょっと面白そうやなと思ってさせていただきたいなと思って、ちょっとやったんやけど、うん、やっぱあのプロ、あの達人、あのスペシャリストやから見れたんだなっていうのがちょっと分かったし。うんうん、まあでもやってみてね、楽しかった、楽しかったよ。ああ、まあだ確かに。でもやっぱ。 出だしむずいなどこでこれ入れるかみたいなそれがめっちゃむずかったあとねこのしゃっくりが下手そうそうそう思ったむずすぎるしゃっくりががもうめっちゃ難しかったわで俺ねしゃっくりね後半めちゃくちゃ連発してほしいからそう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 なの会話もままならないからからからいや思った思ったでそこなるんかなって思って後半すごいっつってたもんな確かに後半すごいあとあのあたかも本当にバレないようにうまい棒食ってな <laughs> その目の前で堂々と食うなよ。わ<ー>かる俺がプレゼントを取る後ろを振り返った時に食べるとか。いや、やけん分かあの、分かる分かる。後半思ったやんその、そしたら気づくやろそのばれてないかもしれんけど <laughs> バレてたよというふうなのに、俺の目の前で ASMR からにシャッ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 はバレてるって。<laughs> それはじあそこが隠してくれんといやそれは思ったな確かにただねあの元気ないというふり、うん、ツッコミからのプレゼント喜びドーンはめっちゃ良かったね、うん、それだからもう最初は元気なくて素晴らしい、うん、であとうまい棒ねこれよそじゃ減らんわよい <laughs> 知らない多いうまい棒 <laughs> い全然減らんわどこで火ついてんのお前で存在しない言葉ぐらいでやっとなくなったからあとあれあの ところてんうまかったねあれうまかったあれずっと探しようってんやどこかいいとこないかなってわけわかなん s a さんエピソードとところてんこれところてんっていうところでってことでこれって話題を変えなきゃいけないだから話題変えるってむずいというかそもそもとしてところでとは言わんもんなまずそうところで俺はこれねお題出した時にねうん言わんのになと思いながらも出してみたっちゃねだから 大体ていかかとかあと、存在しない言葉のチーズバーガーに関しては、ちょっともう、わけのわからない話、俺の中でのイメージは、なんかこう、例えば、えー、ハブスピングルさんがや <laughs> ヤスルトンの別に、えー、モイナスタっていう存在しない言葉を送ってくれてるんだけ、うん、モイナスタの時には、モイナスタがね、あのー、ハンバーガーと、ね、レタスピクルスとチーズとあったときみたいなことを言って、チーズバーガーの話してる。 俺は修正あなるほど一発目にファストフードに行ってチーズバーガーいやあのね俺の中ではその普通に話し出してあの後半さまよってチーズバーガー行ったみたいにやるとかってもうしどろもどろになってチーズバーガーみたいに行ったところをお前がうまくこう修正してみたいなのを最初に行くべきやったかあとじゃあの BKB が浅い浅かったねあれはねあのやるもんじゃないバリッ バリかわいいいやバリ悲しい僕あれはさえラオンあとあの BKB、ー、すごいよ BKB さんすごいな、うん、あとそもそもなこのラジオ中に起こさなきゃいけないことでやらなきゃいけないの <laughs> 何膝が落ちるって <laughs> いやまあでもおもろいからないや意味がわからへん <laughs> 膝が落ちる膝こそ落ちるうい,ういいどっちでも ね、まあっていうちょっといろいろありましたけれども、えー、まあこの反省点を踏まえてちょっとなんかこう一個別の技術が発達しそうな展開にも持っていけたりとかのもあるんで、ねうん、また今後やっていけたらなと思いますんでえー、お楽しみにお願いします HKT48 の矢野瀬ヤ也です RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ HKT48 の桃ち山ラジオ局ポッドキャストでもお楽しみいただけます AppleSpotifyAmazonMusic ポッドキャストなどで「桃地ち浜ラジオ局」と検索してフォローをお願いします。